こんにちは、こんばんは、今夜の動画は大人からゴルフを始めたアマチュアが腕を振るってことがいかに大切かを学んでいただきます。動画となっておりますので、トシプロのね、強烈な感動とともに、トークの方もね楽しんでいただければなと思います。こんにちは、こんばんは、WGSL 奥田です。ということで、トシプロのね、はい、オープニングから強烈なドライバーショットを、はい、見ていただきましたけど、はい、皆さんはいつまで腰回しますか？あ、はいはい、いつまでやられるんでしょうね。ね、はい、腰が潰れるまで腰は回し続けるんですかね。痛くて当然と思っちゃってる感じですね。コルセット巻いてまいりました。おお、なんか右から回してきたら、ね、腰を痛めるスポーツだと思って諦めてる人って多いじゃないですか。はい、僕もと思ってたんで。僕も思ってました。ね、しょうがないものやと思ってました。ゴルフってものはもう腰は痛めてしまうもので仕方がないんやと思ってたんですけども、実はそうではない。腰が痛くなるはずがない。はずがない。はい。はずがないですね。じゃあどうしたら痛くなくなるのかってものをね、たった10秒で説明してみようか。はい、お願いします。はい、腕は振る、はい、手を返す、はい、腰回さない、はい、以上、確かに終わりです。はい、だけど本当そうですね。はい、インパクトまでの右サイドで仕事したら終わりです。おお、はい、はい、それだけで飛距離はアホみたいに伸びるし、はい、腰は痛くなくなるし、確かに。だって僕のクライアントっていうか、まあね、ブログマガジンとか、はい、ブロマガレッスン動画、クライアントレッスン動画ですか、はい、の有料コンテンツで学んでいただけてる方であればね、多分もう腰痛なんてことは無縁になってるはずと思うんです。そんなこともあったなぐらいの最高だと思いますよ、はい、大好きな練習、はい、ゴルフはね、うん、練習する、打ちっぱなし場で練習するのが楽しいじゃないですか。はい、はい、楽しいですよね。どんだけやったって痛くならないっていう、はい、それを長く続けられるんですね。はい、これができるかどうかはそれが、確かに膝立ち打ち打てますか、うんうんうん、ねじれのないストレートドローのみが打てたっていうんですよ。あ、なるほど。スライスや、はい、フェードや、はい、右プッシュや、チーピンや、フック、はい、なんてものはただ当たっただけです。なるほど。あれがね、ダメですね、うんうん、はい、あれだけで十分ですよ、皆さん、はい、あれだけで250飛んでいくんです。確かに、ほんと曲がらないですしね、はい、曲がらんから、あれですよ、はい、永遠に70点以上のショットが打てるってこと。確かに OB したらね、0点っていうよりもね、あ、まあ0点は0点やし、うんうん、マイナス200ヤードですからね。確かに、ドライバーの飛距離ってものはね、どん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 アベレージが下がるってことですよ。トシプロってもう絶対今何も飛ぶんやろ。コースで、はい、コースでアベレージだいぶ高くなってる。アベレージやばそうですね。はい、OB せえへんすよ。そもそもがそういう方ですよね。はい、プラスして今の弾道になってるんですよ。何が怖いかって、トシこうやってね、うちのチャンネルもドライバー、トシプロだけですけど、はいはい、流してるんで、はいはい、やっぱりね、ドライバー打ってドライバーに関するコメントが来たりするんでね、やっぱちょっとそこをね、なんとかしたいな。来年あたりもあれかな、ドライバーの動画一本も流さんといたのかな、はいはいはい、膝立ち以外。本当だけど、それぐらい、ね、やってもいい、アマチュア打つなっていうことですよね、奥田さん。おっしゃってる、ね、で打ってもいいと思うんですよ、ね、はい、僕以上にハンドアクションあるんやったらね。はい、そうですね、はい、僕以上にハンドアクションレベルがあるっていう自信のある方やったら打ってもいいと思うけど、はい、そんなことって大人からゴルフを始めたアマチュアではそうそうなんと思うんですよ、はいはい、多分ジュニア学生時代にゴルフ部でゴルフやっててプロにならずにアマチュアやっていってる
のはいっぱいいるじゃないですか、はいはい、言ったって、あれはアマチュアじゃないけど確かにカテゴリーとしてはちょっと、はいはい、おー綺麗、おお何番、おお綺麗って感じなんでね、皆さん、はい、まあハンドアクション、腕を振るっていうね、はい、根幹を身につけていくっていうね、そのハンドアクションのレベルを上げていく、はい、っていうことがね、いろんなドリル、うちで言うと手打ちドリルがあったりとか、膝立ち打ちドリルがあったりするんで、はい、それをやってもらえれば腰は痛くなくなるし、30ヤード以上飛距離は簡単に伸びるし、はい、っていうことにつながってくるんで、はい、やってくださいっていうか、はい、もうここまで聞いてへんよ。はい、ほんま綺麗だな、さすがプロって感じ、夜空に似合いますわ、夜空に似合いますわ、コスタの弾道、確かに、心も腹も黒いもんね、こう打ってる人の中身はすか、はい、心一番黒いと思う、あまあ、はい、そうですね、心黒くて腹黒いですね、腹黒くはないですね、腹黒くはないな、いいなぁ、なんか秋って感じの、確かになんかそんな気配をようやく、おぉ綺麗、マジでずっと思ったもんさっきのリピートしたんかっていうぐらい、はい、あれですねすごいわ、うん、すごいわ、まあここまで来たらもうファンの人しか聞いてないと思うからやけど、はい、何が最近 YouTube 面白いかってやん、 YouTube よりもさスタンド FM の方がさコメントいっぱいもらえんねんほんまにほんまにだってさスタンド FM のさフォロワーなんてさめっちゃくちゃ少ないの、いいねの数、そう考えたらめちゃくちゃ多いんですよ、ね、そうかそうか、はい、割合で考えたんですね、はい、割合で考えて YouTube なんですか、そうですね、6万9千、約今7万ぐらいしかできないですか、やのに100ちょっとしかいかないですか、あそうですね、はい、不思議やな大事なファンの方、はい、必死にこう回してる人たちがいるから、回し倒してますね、はい、でかっだいぶ今イラついていらっしゃいますね、はいはい、ボスマラソンやめたらいいのに、そうですね、そこには行くつかないですね、行かない、行かない、そこは疑わないですもんね、ねえ不思議っていうのは前提可能なんですよ、意識してんなしてますね、めっちゃしてます、すごいな、これできたらめっちゃかっこよくなる、自分のスイングよりはさっきからあの向こうに気になった目を奪われてしまいます、ね、目を奪われてるから俺悪い、いや違う、どっちも現にスライスとチーズ、あーそっか、ほんとっすよ、さっきからそれをね交互のように打ってます、あれを わざと打ち分けてんやったら逆にすごいけど、だいぶ広角に打てる、確かですね、確かに どこにでもホームランあるレフトにもライトにもしっかりすごいよね、大谷がバックスクリーンに打つ時の弾道って大きいで、やっぱり綺麗、この間僕44号ホームランを見たんですよ、ほうほうほう、44かな、43、42、どっちかバックスクリーンに打って、ほうほう、僕野球全然詳しくないんで、はい、あれですけど、はい、僕から見たら、うん、あのセンターフライぐらいで打ち取られたかのような、ほう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 、打球の感じだったんですか、はい、もうほんまに上っ面に当たったんちゃうかっていうぐらいの、ちょっとこすったような、はい、感じに見えたのに、すごく綺麗に打ってたんですよ、意味分かんないすごいっすね、今はその話が、で、この時ぐらいで、ああいうなんとかゾーンっていうのがあるんですよね、確か、はあ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 、選手はその角度が広いんですよね、その捉えれるゾーン、そうなんですね、あのみたいな、ゴルフもなんかありそうですよね、ゾーンの長さで、確かにまさにそうですもんね、
ということで、としくど、はい、最後に、あ、もう十分かな、はい、大丈夫です。美しい弾道、はい、美しい弾道とともにね、今夜の動画はファンの皆様にとってはね、もう分かってるかっていうような内容を話したと思うんですけども、はい、としくどの弾道を楽しんでいただけたと思うんで、いいね、高評価だけお願いいたします。あと WGS のチャンネル登録を100万人目指して頑張っておりますので、よかったらぜひお願いいたします。とまたね、スタンド FM より、はい、盛り上がるかわかんないですけど YouTube の方もコメントで盛り上げていただければなと思いますので、はい、コメントもたくさんお待ちしております。各アンチコメントのタグで速攻ブロックします。今夜の動画も長い時間お付き合いいただきありがとうございました。感謝します。それでは失礼いたします。